出口は決まったわね。目的地は決まったわね。ってどこを見てるの？私の番ね。こんなところで負けちゃう。うんうん、いい感じ。てものかしらね。もらったわ。闇に沈め。よし、やるよ。楽勝楽。レベルアップ。いい感じかも。回復の必要はないわよ。言ってるの？だってやっぱり気になるし。何をそんなに気にしてるの？会ったこともないんでしょ？うん、このゲームでは会ったことない設定っぽい。ど真ん中ストライクのメテ発言はやめなさいって。いやもう本当、シリーズもいろいろ出てるから主人公の私でも何が何やら把握できなくて。だからやめろって言ってんのよ。もうやめます。早く会いたいような、そうでもないような。もしその女神の方に先に会えたら、ん、メガドライブとの争いが起きる前にどうにかすることもできたりしないかな。あなた何考えてるのよ。どうにかってまさか暗殺的な何か。違う、そんな物騒なこと考えてないよ。じゃあ友愛的な意味変わってないし。でも似たようなことは考えてたのよね。考えたっていうか、ちょっと頭をよぎっただけで。余計な手出しはダメよ。二人が争ったっていうのは歴史上の事実なんでしょ。そうだよ。でもそれが後々の時代までの争いのきっかけになって。だったらその通りになってくれないと困るわよ。私たちはあくまで歴史を観測しに来ただけなんだから。そんなことは分かってる。でもまあまあ、おしゃべりはそのくらいにしてさ。よそ見運転してたら危ないよ。私 ABS とか搭載してないからね。そうね。まあこんなところに人がいるとも思えないけど。ワンちゃん、前前。え？うわ！
とにかくまずは生きてるわよね。大丈夫？しっかりして。にゃー。息はあるわね。待ってて、すぐに手当てを。ひどいよ。ごめんなさい、完全にこっちの不注意だったわ。絶対に命だけは助けるから。せっかく気持ちよく寝てたのに、あんな乱暴に起こさなくても。だからごめんなさいって。随分と余裕ありげな感じなのかな。ふわ。でもすっきり目が覚めたかも。ありがとうございます。どういたしまして。大丈夫なの？体なんともない？私の体どこかおかしい？いや、それは私が聞きたいんだけど。さ、なんで道の真ん中で寝てたわけ？それは、眠くなったから。シンプルイズベストな理由だね。えへへへじゃないわよ。こっちは寿命が数年縮んだわ。よそ見運転ダメ、絶対。相手だけじゃなくて自分の人生まで棒に振っちゃうよ。ネプコにまともなことを言われるなって。今度は何？私用事があるからそろそろ行くね。バイバイ。ちょっとそんなフリーダムな。待って、よかったら一緒に行かない？一緒に？セガミ、どうしたのよ急に。いや、その方がいいのかしら。一人にするといかにも危なっかそうな子だし。嬉しいけど大丈夫。そう？まあ無理強いはしないけど。それじゃあまた。のしーのしー。なんだか変わった子だったわね。独特な雰囲気というか、ゆるゆるというか。そうだ、名前とか聞いとかなくてよかったの？どうして？確かに聞かなかったけど。平気な顔してたけど、実は怪我してましたってなったらいろいろ面倒じゃない？ああそうだね、最悪過失致死まである。やめてよ。まあ縁があったらまたどっかで会うでしょうし。何者だ彼女たちは。この時代の人間とは思えないいでたちだったが、それはさすがに考えすぎか。何にせよ余計な邪魔が入ってしまったな。元の時代に戻るわよ。
置は決まったわね。元の時代に戻るわよ。さあ行きましょう。目的地は決まったわね。てい、てい、先手はもらったよ。さてどうしたものかしらね。私の相手は、てい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 、飛ぶわ。てい、こっちに気づく前に終わらせるわ。私の番ね。私の相手はスペルー。そうよ、全員絶好調ね。元の時代に戻るわよ。元の時代に戻るわよ。ここに決まりね。よいしょ。よいしょっと。ふう、よいしょっと。ふう、よいしょ。ふう、てい、よいしょっと。目的地は決まったわね。元の時代に戻るわよ。この時代はネプコがいた時代の少し後なのよね。え、いや私に聞かれても、この時代に来たのは初めてだし。あ、取ったの？いや、まさかあなたに正論で返されるなんて。疲れてるのかしら私。そういう時もあるよ。どんまいどんまい。合ってるよ。君とサターンが争ったせいで家庭用ゲームが下火になっていった時代だね。ふーん、そ
それじゃあこの世界には女神とかはいないの？いるよ。家庭用ゲームは下火だったけど、代わりに携帯ゲームが普及していたんだよ。この時代のセハガールはゲームギア、女神は確かネプギアって言ったかな。どっちも似たような名前ね。パクったんじゃない？どっちがどっちよとは言わないけど、直接的すぎるよ。リスペクトとかオマージュとかだよきっと。この時代の女神はネプギアか。ネプギア、ネプギア、ネプギア。うわ、何いきなり。ネプギア知ってるよ私。うわ、会いたい、早く会いたい。どうして知ってるのよ。この時代来たことないんじゃなかったの？来たことないけど知ってるの。だってネプギアは私と妹だし。妹？つまりネプコとネプギアは姉妹なのね。言われてみれば似たような名前だよね。そりゃもう今度はパクリじゃなくてリスペクトだよ正真正銘。で、姉妹なんだけど会ったことはないと。いろいろややこしいんだけど、このゲームではそういうことになってるみたい。だからそういう発言はやめてよ。もうね、誰もが羨む仲良し姉妹なんだよ。お姉ちゃんお姉ちゃんって私に甘えてきて、他のゲームでは。やめてってば、しつこいよ。うわー楽しみだな、早く会いたいの。どこにいるのかな。向こうは会いたくないんじゃない？バイクの姿したお姉ちゃんなんて。大丈夫だよ、ネプギアは見た目なんかで差別しない子多分。そうだといいわね。ねえセガミ、これの妹ってことはこれみたいなのがもう一人ってこと？どうだったかな。確かすごく真面目で優等生タイプの子だったと思う。これの妹なのに？信じがたいけどそういうこともあるんじゃない。姉がこれだと妹はしっかりせざるを得ないだろうし。なるほど、これが姉だと妹は苦労するわよね。問題、この短い会話の中で私は何回これ呼ばわりされたでしょうか。そんなのどうでもいいや、早くネプギアに会いに行こう。私みたく消えちゃったら大変だし。それを言うならゲームギアが先でしょ。君の妹より消えられたら困るよ。じゃあネプギアは消えちゃってもいいの？ひどいこと言うな、セガミンの鬼悪魔。別に消えてもいいとは言ってないでしょ。はいはい、そこまで。そもそもどっちもどこにいるかわからないんだから、そんな言い争いしても仕方ないでしょ。それもそうだね。とにかくゲームギアを探すのが先決だよね。姉妹の絆で絶対先にネプギアを見つけるもんね。元の時代に戻るわよ。ここに決まりね。さて、ようやく人の多いところに来たけど。なんかさ、暗くない？この時代の人たち。同感だわ。活気がないっていうか、ギスギスしてるっていうか。私の時代からそんなに経ってないのに、なんでこんな変わっちゃったかな。何かがあったんだよね。何があったんだっけ。ははーん、これはあれだね、ゲームギアだっけ。その子がちゃんと仕事してないからだね。そんなことないよ。それを言うなら君の妹だっていうネプギアの方がよっぽど怪しいじゃない。ネプギアはちゃんとしてるに決まってるよ。なんだって私の妹なんだし。それは不安材料にしかならないわね。
ーツバイクの妹に比べたらゲームギアの方が何十倍も何百倍もしっかりしてますよーだ。ギギ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 ちょっといい加減にしなさいよ。こんな街中で口喧嘩なんてみっともない。ん？ネプギア？ゲームギアだと。確かにそう言ったよな、あいつは。ああ、俺も聞いたぞ。お？なんか話題の中心になっちゃってるっぽい？あれだけ大声で騒げば当たり前よ。もう恥ずかしい。あの人たち知ってるみたいだね。ゲームギアのこともネプギアのことも。うんうん、そんな感じだね。じゃあ恥かきついでに情報収集していきましょうか。あの、ちょっといいかしら。え、来るな。ん？な、何よ、そんな嫌がらなくても。うるさい、俺は何も知らないからな。おい、関わり合いにならない方がいいんじゃないか。そうだな、行こうぜ。ちょっと待ちなさいよ。全員逃げちゃったね。まさに蜘蛛の子を散らすように。なんなの、すっごい感じ悪い。セガミンが怖い顔してたからじゃない？してないよ。怖い顔ってどんな顔？それ、まさにその顔だよ。ものすごく警戒されてたわね。よくわからないけど、もっと慎重に動いた方がいいのかも。ほら、いった！とどめー！
んなところで新たな力を手に入れて。うん、いい感じ。てて。元の時代に戻るわよ。今なら、どんな敵にだって負ける気しないね。